い、皆さんこんにちは、モモンガとアカネッツです。今日はですね、私の好きなハロプロの楽曲ってまあいろいろあるんですけど、うんうん、その曲を聴いてもらって題名を当ててほしいなと思います。絶対無理絶対無理で、私の中では簡単な方かな。歌ってくれる、それは。え、あの、流して歌詞を見せる、うん、ので、え、歌詞見ていいん？曲名ほぼ出てくるんちゃう？だから簡単って言ったんや。え、歌でさ、なんか歌詞わかる？わかる。あ、じゃあ大丈夫。キスマイ結構出てくるやつは出てくるからね。シー、ハー、ハー、シー、ハー、ハーとかもろ言ってるから。エビバディゴーももろ言ってるからね。ビーズエバギーバーポイ、めっちゃ言ってるからな。題名でしかないやろ、もう。じゃあまず、テロップに、書いてるので、その曲を聴きます。はい。これ無理ちゃう？はい。え、歌詞出てきた？出てきました。香りとか気になってんけど、歌詞なんか分かった？聞き取れた？英語やったら聞き取れてないと思う。あ、初めは英語じゃないです。イエーイ。ジャニーズか思ったな。そう。男男最初。あーってなったね。ちょっとびっくりしましたけれども。なんか、うち的に、かおりの感じの、ワードがすごい頭に残っちゃって、かがちょっと出てこないという、でも、いつか運命の人が的な。今さっきのことはかなり近かったぞ。そう？香り？香り近い。香り強調してたやん。うん。かおり言ってたから、え？私じゃない。なんとかって言ってたけど。やっぱ歌詞いる？覚えてない。一番の歌詞、抱きしめられたらその次の朝思う、片思いだと分かっているいるのに、でも会ってしまうと。それでもいつの日か幸せな日が来たり、そんな私を頼りにしたい。この中にあるの？あります。うちの香りがめっちゃ、え、ここちゃんじゃん。香水の香り的な。近いですね。すっごく近いですね。え？すごない？この一発で近づいていく。素晴らしい。さすが赤に。なんで？ここまで来たらヒント言ったらもう当ててまうで。え、ヒント言わへんやん。言ってないやん、ヒント。え、当ててまうって何？車の中。さっきのヒントじゃないの？ヒントじゃない。近いですねってヒントじゃない。私のじゃない。いい匂い。私のじゃない香水。え、合わせるってこと？え、もう言っちゃってる、バンって。バンって言ってるもん、これ。じゃあ、香水。ファイナルアンサー。でもな、違うねん。ハロプロってこう、文章にの。それ、一人で生きられそうな強いんちゃう？え、じゃあ、この間のやつもやん。ん？結局、なんか、勝てなかったみたいな、けど。全然起き上がれない。そうそう。なんか、あ、それはあれもつんくさんやん。長めかなって。これ、つんくさんじゃない？つんくさん。あ、じゃあ、長いんちゃう？つんくさんイコール長い？香水のいい香り。香水？え、めっちゃ切なくない歌詞。うん。違う人がおるってこと？そう。私のじゃない、いい匂いやもんな。うん。で、嫌いやもんな。うん。いい匂いやけど嫌い。香水！ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。正解！何？すごい！何？だから、まず初めに、香りって言った時点で、おぉ、知ってたんか、もう前世で知ってたんかなぐらいのレベルじゃない？そう。え、すごくない？なんか、すごい、なんかうさんくさいみたいになっちゃってない？大丈夫？世界って言ったらもうそんな世界やん言うとて。え、だってさ、やらせみたいやん。一発目で。このやらせは似合わないやろ。いやいや、やらせやったらすごいってなるやん。すごい。初めて聞いたよ、この歌。知ってる、初めて、だから初めて。カラオケで歌ってるの、めっちゃ切ない。つんくさんすごいやろ。なんかそう、なんか私のじゃない匂いって言ってたから、歌詞で。いい匂いやけど嫌いっていうのが。ってなった。なんかもう、女心分かりすぎ。しかも2番な、もっとな、あれやね。グロい？うん、2番は。読み上げようか。朗読。うん、朗読しようか。朗読劇やな。どの辺読んでほしい？まんま香水ないの、フレグランスとかじゃなくて。フレグランスおもろいやん。なんかいい匂いしそうやんな。これ結構前の曲やね。うーん、誰さんの歌ですか？メロン記念日さんの。メロン記念日
っていうグループ、うん、今はでもないんやって、今は結構そのメンバーの、まあ、バースデーイベントっていうのがあるんだけど、うん、歌われてる一人で、これ、うん、うちも切な歌をバースデーに歌うのね。でも好きなみんな好きなんやんな、かなりこうなんてやろ、私も好きやもん、有名じゃないけどハルプロ好きだったら絶対通ると思う、うん、この曲は。なんかそう、恋愛経験とかないくせにこういう曲ってしみるのなんでなんやろうな。つんくさんすごいね。そこからですね。抱きしめられた最初の朝はなぜか嬉しかったわ、何も知らずにし、もっと切ない感じやな、幸せを感じてた。愛ではないと割と早めに気がついた、振られるのがなぜ怖い。この抵抗めっちゃ好き。些細な抵抗、うん、車の中でチューはしない、よしよし車の中でキスはしないみたいな、うん、誰かの香水の匂いがするからみたいな、うん、ってことはさ、だってずっとこの香水の匂いが残ってるってことは近日中に合ってるってことやもんな、ね、この車を使って。常にな、常にな、結婚とかしてんのかな。あー、そっちかなだってさ、ただの片思いってさ書いてるからさ、せやんな、うん、ちゃんとお付き合いではないかなって思う。多分ハロオタさんの、まあ、女の人は特にそうなんだけど、この曲はすごい好きやねんけど、うん、この中に出てくる男はマジで嫌いみたいな。へー、でもこの曲はすごい素敵。続きまして、はい、次の曲も私がすっごい大好きな曲です、うん、歌詞これも出てくるん、え、曲中に出とうかな、やべえな。おー、じゃあマジで想像でいかなあかんじゃん。ガチでは出えへんくない？なんとかマイビジョンやろ。そうやなー。マイビジョンなんとか。出てきてるっちゃ出てきてんねんけど、出てきてないじゃ出てきてない。何その微妙な感じ。ほんまに微妙。なんとかマイビジョン。出てきてるとか出てきてない。なんとかビジョンや。ビジョンなんとかか。なんとかビジョン。ビジョンフリーゼみたいになっとんな。じゃあテレビジョン。テレビジョン。曲的にはどう？好き。何や、これは大好きな人生なんだな、いいね。誰、何を言われるのが大好きな人生、大好きな人生なんだな、私の人生なんだ、ライフビジョン、ビジョン、日本語か英語だけ、英語、あ、ほら、ライフビジョン違うな、笑ってんもんなライフビジョン、ライフビジョンしか近くない、だから、固まったらはいって言って、ビジョンって出てくると思うけど、ビジョンってめっちゃ言ったもんだって。アカネチの直感を、これ何なん、大喜利これ大喜利、ライフビジョンかラブビジョン、ライフビジョン、人生ビジョンがおかしいもんね、おかしくないんかな。アカネチ英語弱いからちょっと難しいかもしれない、ね、ビジョンオブ人生ナイトビジョン、違うな、それ朝もあるもんな、これやっぱライフかな、正解はライフビジョン、ファイナルアンサーですね。うん、正解はザ・ビジョンです。でもビジョン合ってるんや、そう、拍手、ビジョンは立ってくるじゃん。じゃあ続きまして、待って、ザとかいう考えなかった。そうそう、だから書いてないから、そうだから、しかも英語苦手やろ。うん、第3問です。うわ、あー、なるほど、これ好きかもしれない、これはいい曲。はい、どうでしたでしょうか、どうでしたでしょうか。これは入ってる、がっつり入ってます、めちゃくちゃ入ってる、はい、かっこいいな。まっすぐ輝けマイフェイス、まんま恋が始まりそうか、女の勘、これ多分なんかもう何も考えないと出した答えの方がちょっといいかもしれん。もしも美人ばっかの世の中じゃみんな平凡なのさっていう歌詞長すぎて恋が始まりそう、恋が始まりそう、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解はデル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 デン、女が目立ってなぜいけないです、かっこいい変えてるよ、変えてるよ、思いっきりほら、そう、うちいけないだけかなと思って、カタカナやしなと思った女が目立ってなぜいけない、やっぱ文章系くるね、そうやね、でも香水とかザ・ビジョンもあるから何とも言えないね。うん、そうだね、確かに、うん、どうでした、かっこいい、これはうちもこの曲大好きな、うん、なんかもしも美人ばっかの世の中じゃみんな、そうだよそう、分かってんのか男ども急に美人ばっかりの、もう美人ばっかり、分かんねんで、分かんねんで、女が目立ってなんじゃいけない、
なんかいいですね、女政治って感じですね。そうなんですよ、これが2010年ブルースピアけど、それは恐怖政治ですね女が政治家になってもいいじゃないと。うん、それは劇中の中ですね、はい、女は家事するだけが仕事じゃないんだよと。そう、女が目立ってなきゃいけないまあ、はい、この曲のかっこいい、これポイントもとにかくかっこいいんです、ね、シャワーして鏡を見つめるメイクってとても楽しいよ。その方がそう、メイクとか少しぐらい歯がいいみたい、その方が背が背筋が伸びると。なんかほら男の人ってこう控えめな、こう、うん、なんて言うんやろうな、ナチュラルメイク、ナチュラルのなんか女の子みたいな感じの、ナチュラルメイクゆるふわかるZZZZ みたいな恥ずかしい、なんかそれな感じやんな、そっち系のがモテるから Z はモテる女の歌を歌ってるけど男なんて関係ねえみたいな、まあそうねんな感じ、それの中で好きになってもらえたらいいよねって、こう等身大の自分を好きになってもらえたらいいよねっていう歌、そうなんです、っていうか、まあ着飾ってもって感じやけどな、両方取れられるね。なんか着飾るっていうのが自分らしく着飾ってっていう感じやな、なんかその量産になるんじゃなくて、うんうんうん、モテる女を目指して量産になるんじゃなくて、そうそうそう、私らしさで好きになってもらおうっていう、うん、だからこうなんてやろう、いいですね、なんかこれを聴いたらハラプラって感じがするね、そう頑張ろうって思える素敵な曲でございます、うん、ありがとうございます、はい、まあ全体的にですね、あかねつじさん香水当てたっていうのがいっちゃんびっくりしておりますので、素晴らしいですね自分で言うありがとう。そう、今回はねちゃんとあの一応歌詞、歌詞の中に題名が入ってるっていう、曲名が入ってるっていう曲にしたんやけど、うん、また今度はもうちょっと難しい曲やってみようかな、うん、好評だったらやってみようかなと思うので、ぜひ次ちょっとやってほしいなっていう方はコメントしていただけると、はい、嬉しいです。あとまあ感想もお願いします。お願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。